ころか待ち伏せまで。甘く見られたものだ。烈海に侵食されて鬼ごっこは終わり。しつこい。私が受けた命令を。昨日俺たちに会った子、それが一夜にして。昨晩、そして私を呼び出す。大守護者様への侮辱。言っても無駄だ。逃げ道がないなら、和をもって尊しとなす。諸悪退散。争いに意味はない。なかなかやるじゃん。即戦即決といこう。逃がさない。たまには真面目に行こう。うちのとっておきを食らえ。一気に片付けましょう。殴ったね。騒ぎを起こしたくはない。ついてないね。争いに意味はない。始めるか。客をもてなさないと。神器を持って鼓舞を。一心同期。私自ら悪党どもに制裁を。はっ。痛くも痒くもない。生死拒絶。一年のまなり。同天元気。超無一角。ふっ。はっ。進軍。あらら、困りました。諸悪退散。ルールは破るためにある。一撃で沈める。うちがいるんだから負けないよ。たまには真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。即戦即決といこう。尊しとやっ。はっ。退きなさい。殴ったね。千の神器を持って鼓舞を。万事吉とならん。一心同期。
どけ。騒ぎを起こしたくはない。同点元気超無一角。ふっ、いや、客ならもてなすほかありませんね。どけ。騒ぎを起こしたくはない。うちの出番。始めるか。真面目に行こっか。うちのとっておきを食らえ。はっ、いや、殴ったね。そこまで。油断した。和をもって尊しとなすのはどうでしょう。落ち着いて。うちに出くわすなんてついてないね。動かないでね。今祝福してあげるから。逃がさない。陣列を組め。争いに意味はない。あの子、なかなかやるね。ねえ、タンコ、あんたのとっておきでも使ったら？その役はお前に譲る。チェ、つまんないの？降伏しなさい、侵入者。公正な判決をあなたたちに約束するから。この張り詰めた空気を破るつもりはなかったんですけど。この散歩、助けてくれた友を見捨てるなんてできません。義理はちゃんと通すのがこの散歩なんです。彼らは苦しんで犠牲になる。私の命令で死ぬのだ。じゃあ下層部の民、わかった。落ち着きなさい。君のおもちゃにそんな破壊力があるわけないじゃない。じゃあなぜ目覚めないのです？普通に眠っているだけよ。寝言聞こえなかった？かわいそうに。きっと怖い夢でも見ているのね。ところで散歩、正直に言ってちょうだい。あの上層部の子をどうする気？どうって？連れてくるつもり。何を考え、そんなこと言い、それに遅延だから勝手に。おっと、それ、あの子は遅延がこの子。わかりましたよ。